ゆすみやたか
限り願います。前に出されて勘助は失礼なことをしなさんな。金が欲しくてなんばかりこんな不便な北浜へ誰が届けに来るもんか。風呂敷包みのこの中にゃ首とすり合う実にゃ小の金が50両さぞかし困っていなさるじゃろと取り願おうと言うかなら慌てふためく番頭がしばらくお待ちを願いますとやってきました旦那の部屋に。実はしかしかこういうわけ旦那が落とした金入れを今届きに来た人はボロの切り物に擦り切れそうに人は見かけにゃよらぬの一度会ってくださいと言われて淀屋辰五郎さんが一言お礼と出てくれば明かり放ちへどかりと枕を書いた若造へ遠いところを落とし物ようこそお届けくだされた。どうぞお上がり願いますと言えば勘助にこり笑い、その日暮らしの米粉にそうゆっくりしておれん。あんたが落とした金入れを中確かめてくださいよと旦那に言って渡す風呂敷包み。淀屋の旦那、落とし物のその風呂敷の中ちゃんと見てください。ありましたか？あった！あ、よかった！ほんならわしはもうこれで。いや、若いのんちょっと待ってください。来ました鉄源氏。
そこへ飛び込むお嬢さん、あばずれえものとどうぞ叱ってくださるな。お、あんた淀屋の娘さんか、あんまり地方よりなさんな。綺麗な着物が汚れます、その日お別れしますけど、また